こんにちは、こんばんは、ネコトゥンカメンです。今日はですね、スターバックスに朝、7時から空いてますので、ちょっと行ってきました。これです。10月の新しい、商品が出たのが、かぼちゃのしっかりとした風味を楽しめるクリーミーなフラペチーノですね。はクリーミーパンプキンフラペチーノトゥールの大きさです。580円。はい、ではちょっと飲んでいきたいと思います。うん、本当にあのかぼちゃのしっかりとした風味と甘みですね。はい、クリーミーな本当にフラペチーノです。はい、まあ、ここにも書いてますけども、カラメルのほろ苦さがアクセントになった秋らしいデザート感がある一杯です。シナモンのパウダーとの相性もぴったりなんで、トッピングで自分好みの味を見つけてみませんかって書いてますね。どうでしょう。美味しいですよ、なかなか。本当に上のクリームも、クリームが難しいんですよね。昨日はですね、これを買おうと思って行ったんですけども、ですね、なぜかスイートポテトフラペチーノを頼んでしまいました。はい、ちょっと似てるんですよね。もうパンプキン自体が頭にちょっとなかった。もう絵が飾ってるところを見て頼んじゃったから、そうなってしまいました。まあいいでしょう。はい、今日はですね、はい、スターバーのですね、クリーミーパンプキンフラペチーノの紹介です。とってももうかぼちゃの味が本当に甘みがあってですね、美味しかったです。ごちそうさまでした。こんにちは、こんばんは、ネコピン仮面です。今日はですね、クリスピースイートポテトフラペチーノです。スタバですね。はい、スターバックスと思ったんですけど、まあこれが本当にちょっとね、間違いで違うのを頼んじゃ違うの来ちゃったっていうか、私がこれ頼んだからなんですね、ちょっとね。そうなんですよ。本来はクリスピースイートポテトフラペチーノ、なんかやらこしいんですよね。違うか、9月だから。ちょっと待ってください。これですね、クリーミーパンプキンフラペチーノ。スイートポテトではないですね。10月に。いやー、これそしたらダメだな、明日かな。ダメだ、間違ってる。ダメです。